国際連合の定義によるサブサハラ。サブサハラのうち北アフリカ。サブサハラのうち北アフリカ以外。サブサハラアフリカは、アフリカのうちサハラ砂漠より南の地域。言い換えると、アフリカのうち北アフリカ以外。ただし国際連合の定義では、北アフリカとも一部重複する。略して、サブサハラ。略して、サハラ南のアフリカともいう。サブは、下の位。 北縁をサハラ砂漠で限られ東西南の三形で大西洋とインド洋に面す。アフリカの気候帯。気候、植生は赤道直下に熱帯雨林が位置し南北に向かって乾燥化する。おおよそ北から次のような地帯が分布する。エチオピア区。動物地陸ではエチオピア区に相当する。ただしエチオピア区はアラビア半島にまで広がる。 人口8億5632万7157人。アフリカ全人口の83.8%である。アフリカの語族。アフロアジア語族ナイルサハラ語族ニジェールコンゴ語族、ニジェールコンゴ語族ワントゥーゴハコイさん語族、アウストロネシア語族インドヨーロッパ語族サブサハラの言語を語族で分類すると以下のようになる。サブサハラに話者数が多い言語はなく、 話者数が少ない小規模な言語が多数分布する。そのため多くの国では、全土で通用する単一の民族言語が存在せず、旧宗主国の言語が共通語になっており、高等教育、ビジネス、マスメディアなどで主に使われる。サブサハラの多くの国は、複数の民族言語と宗主国の言語、場合によっては加えて、スワヒリ語など民族言語系の共通語が話される。 多言語社会である。このことは北アフリカの多くの国がアラビア語のほぼ単一言語社会であるのとは対照的である。アフリカの宗教。キリスト教イスラム教ヒンドゥー教伝統宗教主にキリスト教が信仰され、主にイスラム教が信仰される北アフリカと対照的である。若干のイスラム教やアニミズムなどの伝統宗教も信仰される。ほぼ全域で。 ネグロイドが多数派であり、そのため、ブラックアフリカとも呼ばれる。ただし、マダガスカルには、モンゴロイド、南部アフリカのナミビアなどには、カポイド、南アフリカ共和国には、コーカソイドも住む。国際連合によるアフリカの区分、北アフリカ、西アフリカ、中部アフリカ、東アフリカ、南部アフリカ、サブザハラは、 北アフリカ以外の全域と北アフリカであるスーダンからなる。2018年現在の世界の未電化人口は6億人だが、このうちサブサハラが69.8%となっており、未電化率の改善が大きな政策課題となっている。ありがとうございます。